はい、奥ちゃんです。ただいま道の駅鍛冶公園足掛窪におります。今日はですね、秩父から、国道140号線を通って、仮坂トンネルを抜けて、山梨の方にですね行きたいと思います。では本日もよろしくお願いします。今日はゴールデンウィークの真っ只中なんですけど、ここの今、国道299号線、299はすごく混んでます。飯能からですねこっちに来るときにはもう結構な渋滞でした。今ちょっと道の駅を過ぎて、ちょっとまあ空いてはいるんですけども、まあ、これから秩父市内を抜けて、140号線に入るんですけど、ちょっとその先どうなのかなっていうのがちょっと心配ですね。やはり秩父市内を抜けるには時間かかりそうだな。めちゃ混んでる。どこまで混んでんだろうねこれ。流れてきたかな。さあ秩父の140号線か、仮坂トンネル抜けて山梨の方に行く国道140号線、楽しみましょう。さあこの辺りからちょっとツーリングっぽい景色になるよ。気持ちいいルートになってきたね。あ、秩父の新緑も綺麗だね。藤の花かな、あれ霧の花かな、紫色の花は。藤だな、藤の花だ。日差しは暑いけど風は爽やかな風が吹いてるな。ここを右に曲がると小鹿野町に行きます。今日はまっすぐです。この道はやっぱり大滝ぐらいからがちょうどいい感じだよね。あ、ほんと新緑綺麗、緑が綺麗。あー気持ちいい。気持ちいいカーブだな。ほんとここなんか落ちてきそうで怖いねこれ。あれバイク弁当どうなったんだ。閉店した。あ、バイク弁当の店なくなってるやん。知らんかったぞ。どっか移転でもしたのかな。でもそんな風じゃなかったよね。張り紙もなかったし。
ショック、どっかで移転してやってくれてたらいいんだけどな、まだな。まあ気を取り直して楽しんでいきましょう。まずは滝沢ダムを目指します。ほら滝沢ダムが見えてきた。新緑に映える滝沢ダム、綺麗だね。はい、今からループ橋を渡ります。少し登ってきたらちょっと冷えてきたな。ほら滝沢ダム、沢ダムです。最高。トンネルを抜ければそこは新緑であった。あー、ここいいとこだね。仮坂トンネル入りますよ。トンネル進入禁止って書いてあるからびっくりするやん。歩行者だよね。ここはですね、一般国道の中で日本一長いトンネルで6625キロだったかな、6キロ7キロ弱あります。長いですよね。また寒い、ここ夏でも結構な冷えるからね。あー寒い、肩が冷える。あー寒い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 。長い長いね。
6625m で分かってはいても長い。あー出口が見えてきた。寒い。多分出た瞬間すごくあったかいんだろうな。出口凍結？え？何あの人。590円か。はい、590円です。690円ですか。はい、ありがとう。ちょっとサムネ用に写真撮る。トンネルを抜けるとそこは秋だったって感じだな。秋っぽいな。生えてる植物がちょっと違うね。針葉樹が多い。さあ今からあの道の駅三富に行きたいと思います。そこはですね、冒険家の風間慎二さんかな、風間慎二さんの、あれ北極だったかな南極だったかな、で、バイクで到達した時のバイクが展示されているはずです。ちょっと今前は見たことあるんですけど、今はどうなってるかちょっとわからないですけど、風間慎二さんのですね、博物館というか展示物が道の駅に置いてあるんで、それをちょっと見学したいと思います。さあ着きました、道の駅三富。わあいっぱいだな今日。バイク置き場は確か向こうにあったよね。確か屋根付きのところがあったと思うんだけど、あったあったあった。ユーラシア大陸を横断したんだ。
ラジオストックからパリを経て六甲岬、すごいな。ここに来たらいつも五平餅食べます。いただきます。さあ行きましょう。はい、道の駅三富でした。いやー、風間真司さんのバイクが思ってたバイクと違うバイクが置いてあったね。マジェスティが置いてあったな。あれ定期的に変わるんだね、バイクとかね、展示物が。まあそうだろうな。まあそしたらあれだよな、時々見に来る方もいいかもわからないね。はい、本日はですね、秩父から140号線を通って仮坂トンネルを抜けて山梨側に来ました。ちょっと今日は140号線というか299140号線、途中までちょっと渋滞というかね、車が多くてですね、ちょっと半分イライラしながら運転はしてたんですけども、まあなんとかこっちの方に向けてきました。まあ、仮坂トンネルは本当に寒いですよね。まあ、仮坂トンネルだけじゃなくって他のトンネルも全部なんですけど、まあ、本当寒いですよね。前来た時はもうちょっと後だ、もうちょっと6月ぐらいだったのかな、そのぐらいの時でも、まあ、すごく寒かったっていう記憶があったんで、今日はちょっと1枚多めに着込んできたんですけど、それでもちょっと寒かったですけどね。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。では次回の動画でお会いいたしましょう。それではバイバーイ。さあこの後20号に出て、貝山と道の駅貝山とでなんか食べて帰ろうっと。